はい、来たー、ソフトクリームの槍。ってことはこれはミラさんかな。え、そうか、これか、うんちじゃねえか。お、なんかちょっと、あ、なるほどね、あっち側があるのね。あ、これでなんかおる、あっこにランプの魔人か。行くか、行きましょう行きましょう、力みなぎる、いいね。お、どうした、もう疲れたな、もう休みたいな。そんなにもうもう言うと牛になっちゃうよ。あ、牛どこからか牛の鳴き声、ほら牛みたいな声出てる。違うよ、私じゃないよ。ほう、あ、めっちゃ怒ってる、超怖いやつや。奥の方から聞こえる、これはあれか、ボスか、ケンタウルス的な。あー、来たっぽい来たっぽい。あー、これか、なるほどね、あのちょっとゼルダに出てきそうな感じミノタウロス、よし行くぜ、バグクラッシュ。さあ、今回は溜めないのね、もう全力で行く、最初からファイヤー。まああれね、戦闘に入った途端にみんなめっちゃ甘いささやき、甘いささやきっていうかもうね、ミラさんの方が悪いやつみたいな。いやーやめてー、どうしたあゆな、急になんか物理攻撃とかで出したけど、もっとあれよ、技使ってくれていいのよお、発火薬、いいね、みんなにも協力しつつ。うわ、お前かー、どう見ても違う。あ、でも防御はみんな結構上がってきたかな。もう、あ、でもちょっと待って、2人ほど、ちょ、おおー、やった、回復も使うことなく。あー、緊張した。いや、みんなよくやったよ。そしてミノタウロスはジョービーフハンバーグとなりましたと。はい、宝箱開けます。400ゴールドゲット、やったね。さっき、さあ突き進んでいけ。でもこういう敵倒した時の料理って誰がしようんやろうね。はい、おはよう。お、またまた会話が、思い出を熱く語っている。ほうほうほう、敵を次々と倒していったという話。そんなことが、多分あれはゼリーとゴブリンやった好きなのかな、もしかして仲間になる前とかかな。2人は手助けを覚えた、相手の行動を手伝っていろいろ効果をアップする、助け合い大事。はい、それじゃあ料理お任せで。いや、美味しそうなものいっぱいあるなぁ。ねえ、だってさっきのジョービーフハンバーグとか絶対美味しいもん。現実にあっても。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。水玉のローブをください。これでゲットしたら、リミちゃんとミラさんがお揃い。さあ、来い。あ、でもこれ、あ、これゲットだ。え、ゲットやろ？あ、ギリギリ。おー、よかった。通り過ぎるかと思った。ドネルケバブになるところやったね。景品、水玉のローブをゲット。はい。あ、でもこれでハロウィン週が終わってしまうのか。さあ、どれがよろしいかしら？あ、でもここは、これかわいいかな。じゃ、これにするね。ちょっと黄色っぽい感じ。いいね、いいね。はい、それじゃあお小遣いを渡していきましょう、みんなに。武器、そう、鉄のステッキ買ってきてくれんかったけんね。じゃあ今度こそ買ってきて。お、よしよし、オッケー。そのステッキめっちゃ可愛い、いいね。てかその帽子ない方が絶対可愛いよね、レミちゃん。宿の中では帽子を外してくれているけれど。お、デビルの槍、
行け、買っておいで。ミラさんはね、もうちょっとちゃんと悪魔っぽい格好の方が可愛いと思う。丸い羽があんま好きじゃないよね私が。そしてこのデビルの槍は綺麗。ほい、そしてファンシーゴーグル、着替えておいで。ファンシーゴーグルを買ってきた。服は可愛い、めっちゃ。なんかちょっとしたアイドルグループとかにありそうだよね、こういうのでなんかありそうよね。え、どれがいいやろう。これかな、赤。いいぞいいぞ。はい、それじゃあ出発しましょう。はい、ね、ピンク率高い。まあね、私がピンク好きだからしょうがないよね魔法使いの服、ローブを5種類集めよう。達成。言ってなかったお、これでいけるんじゃない。はい、来たー。ほら、ランプの魔人。バイキンマンバイキンマンかな。行き止まりかー。てか、全員めっちゃファンシーなんやけど超ファンシーなチーム来た。壁に穴が開いてるけど。お、今は進めないらしい。進めない進めないよ。ということは、ちょっと行ってない方行こうか。こっち行ってないよね。行きます。行くか。かけっこ始め。これはあれかな、国交の、この地下迷宮ではなくて、なんかもう一箇所地下迷宮に入る直前に行く場所があったけど、そこを行くってことかな。はい、スタート。私のこの素敵な素敵な記憶力のおかげで何回でも楽しめるというねお、いいぞ。どうだ、頭が綿飴みたい。やっほー。さあ、突き進んでいく。助けたあの人何してるかな。一人一人のこととかちゃんと覚えとんかな。さすがすぎる絶対わからん、絶対覚えてない。で、特に出会った時はさ、人としてじゃなくモンスターとしてやけん。で、こういうパジャマあるよねリミには喉がカラカラだ。あ、水だー、助かったー。何、どこから出したの。自分で取り出したよね、なんか。ぷっはー、体中に染み渡る。まあでも体力は満タンだったからいい感じ。気のせいじゃない？え、そこはちょっとね、気をそぐようなことを言ってはいけない。お、カブトガニの化石。いいね。ケチる？ケチっちゃう？バグクラッシュ。言い方もやる気がないよね。爪を研ぐ。お、アイラにいいとこ見せたい。いたずらフォーク。お、強くなってる。だいぶ強くなったね。やっぱ武器が変わったから。いいね、いいね。勝てたか。かわいい見た目でかっこいい感じに言っていく。あ、ここは何もなかったな。ほい、おはよう。起きて。ほら、あゆなもこれさ、もこもこの髪の毛なかったらもっといいのに。お、めっちゃ筋トレしようやけど。特訓を重ねることがミートピアに平和をもたらす。トレーニングだ。いいぞいいぞ。二人の絆が強くなった。気合だ気合だ気合だみたいな。好きなのかな。二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。好きだってさ、めっちゃなんかめっちゃ上がるよねはい、そして食事お任せで。もうめっちゃ飛び上がる。やっぱ飛び上がるほどのやつっていうのは、今も魔力アップって書いとったけど、普通以上に魔力がアップするんかな。すげえな。はい、ルーレット。お、これはソフトクリームの槍が手に入るやつやね。よし来い。で、あれら、ここであえてのHP バナナ1本とかやろ。そういう奇跡はいらない
はい、来たー、ソフトクリームの槍。ってことはこれはミラさんかな。え、そうか、これか、うんちじゃねえか。そんなキリッとされましても。ほい、それじゃあお小遣いで、お、チューブボトル。あんま強そうじゃないけどな。まあでも威力が上がるのであれば、色合い的にはいいと思う、全体的な。はい、そして服、水玉の猫が、水玉率めっちゃ上がる。お、買ってきたよ、買ってきたよ。さあこれで紫かわいいかな、紫っていうかなんかこの青っぽいあの感じ。はい、そしてリミちゃん、レザーローブ、お、いいね、かっこよくなるね。レザーローブを買ってきた。さあこれで、かめっちゃかっこいいんやけど、やば。めっちゃかっこいい。これいいな、なんかちょっと、レトロな感じ。ほい、それじゃあ出発しましょうか。ちょっとずつ、かっこいいを脱出していこうって言おうとしたけど、このうち3人がかわいい。かわいい上に、皆さんはうんちを掲げている。猫の服、猫を5種類集めよう。達成。さあそれじゃあちょっと一回外に出ようか。そこがつながった。一旦外に出て、でまあこっちかな、行くのは。ん、大きな岩が道を塞いでいる。今は諦めて戻ろう。戻るしかないのか。戻るしかないのか。てか思うんやけどさ、行く場所なくなったことない？こっちか？ここに何かが。行くか。かけっこ始め。要は、お宝の道、モグラの道、お宝でしょ、それは。要は、あっこの四角いところにはめる何かが必要ってことよね。開けます。おお、びっくり、怪物が入っていた。誰だ、君らか、イスイチョウ、いけい。殴る、そこ殴る、全体攻撃行こう。お、私も手伝うよ。エクスプロージョン、お、いいね。どうだ、かっこいい、リミちゃんかっこいい、素晴らしい。汗かいちゃったよ、まあ、レザーやしね、吐きそう汗は。目が覚めてきた。いいね。さあ、ちょっとこっちお宝の道なんやけんさ、もうちょっとこう、最初の一個もお宝じゃないと、そこは。ね。普通にモンスターだったよ。お、360ゴールドゲット。もう結構お金が減ってきたけんな。またどんどん集めていかねば。靴下に穴開いてる。また行ってるよ、そんなに。最近の私、いけてる気がする。いや、まだまだだよ。いけてると思うけどな。そんだけ自分に自信が私も欲しいな。私見てたよ、この前の戦いで。3回もこけそうになってたでしょ。バレてたか。かわいいやん。戦闘中に可愛さが必要なのかどうかはわからないけれども。おい、おはよう。ってことで、料理をお任せで。あー、クレミンが、ごちそうさま。はい、それじゃあゲームコーナーで、ルーレットー。麺の手袋が欲しいです。麺の手袋は誰？誰の？クレミン？まあ武器やもんね。武器で手袋ってことは、そうか。あー、止まって。あー。あ、まあでも経験値も必要。景品、経験値そこそこをゲット。じゃ、この経験値は、
よし、私に。私にくださいな。よし、レベル12。やっぱり主人公がレベル一番高くないとね。っていう。はい、それじゃあ。お小遣いを渡しましょう。お、結局ここで。でもちょっとね、猫っぽさはなくなったけどね。ほら、ちょっとミッキーっぽさが出てきたって。はい、そして、リミちゃんもなんか、杖、星のステッキー。リミちゃん、服装がかっこよくなったけど、持ち物はやっぱり可愛いんよね。いいね。なんかこんなきちっとした服装をして、おもちゃみたいなステッキ持っとるけど、本当に君は魔法が使えるのかいって感じ。はい、それじゃあ出発しましょう。魔法使いの武器、ステッキを5種類集めよう。達成。はい、それじゃあ。なんかこっちが伸びたけど、結局ここ。待って、こっちで、じゃあ行ってないところに行けばいいということか。ん？じゃあここで行ってない分かれ道に行ってみましょう。行くか。何？どうしたの？はいはいって言われた。ひどい。お腹痛いかも。大丈夫？はい。じゃあ左の道に進んでいこう。さっきはね、ひたすら右へ右へやったけん。おお、モンスターが。レッドゴブリンとゴブリン。はい、戦闘に突入。珍しくやる気だ。頑張れ。いいぞ。しかし、全体攻撃ならもっとよかった。どうだ？いいね、いいね。どしどし。ライトニング。あ、そっか。隣の子にもちょっとしたなんか、飛び火みたいな感じで。いいやん、いいやん。しかし、もらえるお金はやっぱり少ない。その話好きだね。今のは話なの？違うでしょ。今のは鼻歌だよ。よし、再びちょっとお金が増えてきた。いいぞ、いいぞ。靴下穴開いてる。わかる。みんな靴下穴開きすぎじゃない？どんだけなの？いけい！なんか弱々しいぞ、大丈夫か？頑張れ、クルボン！お、やる気回復！ってことはあれか、マジックポイントがやる気ってことは、みんなが技を出したり、特技を出したり、するごとにやる気がなくなっていきよるってことやね。つられて怒る。お発火薬。ちょっと待って、そんなのじゃ生ぬるいわ。これで。わあ。もう怒りがね、力に変わってるから、そんな挑発してたらダメだよ。やったね。そして何事もなかったかのように穏やかに。ああ、コブラはフライにされてしまったか。悲しい。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。